night again, so tired and overwhelmed. I wanna shake anxiety out my head. I wanted to seize my mind for part of me. Yo, is this a dream or not? Yo, shit, shit again.広大な外宇宙に多くの人々の夢を受け止める力があると言ったのは誰だったかしら。その人にはきっとこの宇宙がそれほど広く見えたのかもしれない。でも私は知っている。人間はこの広大無辺の銀河すら徐々に狭くしようとしている。 目的の整形まであと1日か。今回は楽な仕事だったな。そうですね。レイ、コーヒーのおかわりはいかがです？頼む。油断大敵ですよ、レイ。あ、艦長、今日は星が騒がしい気がするんです。またクロエの直感ですか。私には人間のそういった感覚が理解できませんので。確かに 油断は禁物だ。罪に狙う宇宙海賊に待ち伏せされてるかもしれないしな。ああ、誰も本気にしてない。ここらの宙域は静かなもんだ。気を張りすぎてても疲れちまうぞ。ん？ほら、みんな油断しすぎなんですよ。航路上の小惑星でも検知したんじゃないのか。 照合完了しました。銀河連邦戦闘専用艦アストリアです。あのケニー一族が乗ってるって話題になってた最新鋭艦か。連邦の勢力圏外に何の用だ。なんでこっち向いてるの。アストリア、フェイズキャノンを制射。距離35万キロメートル。 ブーゲンスラスター全開、回避しろ。回避しきれません。総員、対ショック姿勢。シールド効率78%に低下。なんで撃ってきたの。通信回線開け。平文で敵意がないことを発信しろ。応答ありません。第2射来ます。 タクティカル展開、全力で回避コースを取れ。ダメです。回避コースにフェイスキャノンが接近。シールド効率 12%、
敵艦アストリア第三者装填中。通信への応答もなし。完全にこちらを落とす気のようです。レイ、敵艦撃ってきません。これは。総員退艦。全員脱出ポットで避難しろ。レイ、積み荷のことを考えると逃げる可能性も模索するべきでは。連邦の戦闘艦相手にバカ言うな。相手が孫ついてる今がチャンスだ。命あっての物種だぞ。艦長命令、総員退艦。レイ、レイは逃げないの？一仕事してからな。心配すんな、なんとかなるって。そう、開けっての。もうその隔壁は通電していません。人間の力では絶対に開きませんよ。エレナ、積み荷は諦めてください。アストリアが再びこちらに照準を合わせました。着弾まで1分です。1分ならなんとかなる。手貸せ。承知しました。おい待て、お前まさか。エレナ、イーダスのみんなのこと頼みましたよ。脱出したポットの数と位置は？メインコンピューター最終アクセス時に49機を確認。うち40機は捕捉不能です。広大な外宇宙に多くの人々の夢を受け止める力があると言ったのは誰だったかしら。私たち何も。エレナさん、その人にはきっとこの宇宙がそれほど広く見えたのかもしれない。現在アスター星系第4惑星にワープ 2.1 で向かっており、5日ほどで到着予定。異界惑星だなんて。でも私は知っている。人間はこの広大無辺の銀河すら徐々に狭くしようとしている。通信可能圏内にポットを確認。何？クロエか。通信回線開け。レイ、レイなの？エレナさんは？クロエ、無事でよかった。エレナもきっと無事だ。まずは避難先で安全を確保するぞ。未開惑星なんて大丈夫なの？少しの辛抱だ。イーダスが落ちたことはきっと伝わってる。すぐに助けが来る。地上で会おうぜ。アスター星系第4惑星の突入軌道に向かいます。
私は知っている。人間が世界を狭くするとき、大きな戦いが起こることを。アスター第四惑星に着陸いたしました。乗員の生存に適した環境であることを確認。緊急避難時の救援要請シークエンスを開始します。シークエンス通りに行けばいいが、なんとかするしかねえな。さすがに体が固まってるな。少し動かすか。ポッドの各機能は問題なさそうだな。といっても緊急脱出用だから大した機能はないが。よし、コンピューター、イーダスの乗組員の現在位置を教えてくれ。捕捉できる乗員、脱出ポッドはありません。そうか。だがクロエのポッドが見つからないのはどういうわけだ。惑星降下時に受けたパルス上の強力な電磁波の影響により、ポッドの機能が停止したものと推察されます。なんでそんなものが。コンピューター、兄貴にアントニオ・ローレンスに緊急通信をつないでくれ。嫌な予感がする。了解。輸送艦アルダス艦長アントニオ・ローレンスの端末を検索中。早くしてくれよ。ズボン、これを使ってください。なんだこりゃ。死にたいのか。なんだか知らねえが、お嬢ってどこか。悪いな、借りるぜ。助かったぜ。手ぶらじゃあんな化け物とても。貴様何者だ。自己紹介すれば見逃してもらえるか。ご時世に得体の知れぬ者に乗って現れた男を簡単に逃がすと思うか。乗り物だって理解できるのか。まさか地上から俺たちを撃ってきたのは俺らか。長距離通信コネクト、アントニオ・ローレンスとの亜空間通信を接続。なんだ。レイモンド、こちらアントニオだ。聞こえてるのか。レイ、無事か。まだ仲間がいたのか。出てこい。この通信はレイモンド・ローレンスからじゃないのか。姿を現せ。おい、俺の弟に妙な真似したらてめえの星ごと吹き飛ばすぞ。レイモンド、どこにいるのか。おかしいわ、声がするのに人の気配がしない。なあ悪いが、あれに返事だけさせてくれねえか。他のことはあんたたちに従うから。いいでしょう。姫、伏兵がいるなら私たちを襲う機会はいくらでもあったはずよ。どうぞお返事をなさってください、レイモンド・ローレンスさん。どうもお姫様。ついでにこのやかましい従者さんを遠ざけてくれるとありがたいんだが。何を。私はあなたとは良い関係を築きたいと思っています。
あなたがどういう存在であれ、その乗り物について詳しく教えていただきたいので。そんなことならお安い御用だ。命あっての物種だしな。兄貴、俺だ、レイモンドだ。レイ、無事なのか。無事とは言えないな。連邦の戦闘艦に襲われた。イーダスは木っ端みじんだ。なんだって。俺はアスター星系第4惑星に緊急降下し、現地住民とコンタクト中だ。この通信も聞かれている。何？クロエも同じ星に来てるが、ポッドがダウンしてはぐれちまった。他は全員行方不明だ。一刻も早く救助に来てほしい。レイモンドさん、アントニオさん。この声が現地住民の声なのか。私の質問、正直に答えていただければ、レイモンドさんの身の安全は私が保証いたします。あなた方はバイル帝国の方なのですか。いや、聞いたこともないな。口から出任せを。アベラルド、仲間がいると言いましたね。その方は今どこに。これと同じのに乗ってきたが行方不明だ。あっちのずっと遠い方に落ちたはずだ。その乗り物は誰でも動かせるものなのですか。まあ基本的に誰でも使えるが、こいつはもう使っちまったから、エネルギーを補給しない限りもう一回は飛べないな。ではそのエネルギーを補給するとどのように飛ぶのです。質問が多いな。お？お？この音は。まああんな感じで飛ぶ。バカな。すごい。コンピューター、今のポッドはイーラスのものだな。誰が乗ってた。ポッドは陶器と同型、イーダスから射出されたものと判断します。乗員信号はありません。この先に町か何かがあるのか。この先、すごい。この先にはメドゥームの遺跡しか。ねえ見てこれ姫。遺跡か。悪い、この剣もう少し借りるぞ。おい、仲間の命がかかってるんだ。お待ちください、我々も行きます。メドゥームは広大な遺跡群です。もしかしたら人手が必要かもしれないでしょ。ああもう分かった、頼む。私はレティシア、こちらはアベラルドと言います。アベラルド、レイモンドさんに同行します。武器を下ろしなさい。もうご勝手に。よし兄貴、一旦離れる。後でな。わかった、気をつけていけ。消えた。期待通りの反応ありがとうよ。説明してやりたいところだが、まずは俺の用を済ませてからな。ええ、わかりました、レイモンドさん。丁寧すぎるのは面倒だ、レイでいい。ええ、わかりました、レイ。よし、行くぞ。
メドゥーム遺跡はすぐそこです。西側の方って行けば見えてきます。方角は星で読めますか？こっちでは。合ってるのか？ええ、このまま道なりに行きましょう。剣なんて握るのは久しぶりなんだな。まあまあ様には言ってたな。明日君に普通にならなきゃいいんだ。モンスターのいる夜のこんなところで人に会えたのは強行だな。何やら訳ありくさいな。よっ、待ってよみんな。先に進みましょう。遺跡の入り口へとつながっています。分かった、急ぐぞ。この階段高くて届かないな。無理に登ったら崩れそうだ。なら迂回するか。西側なら登れそうじゃないか。視界が悪いですからね。足元に気をつけてください。まさかみたいなのが出てきたら嫌だな。あれ、この辺りで今総会戦には現れなかった。ならよかった。どうだ、終わったな。二人とも結構身のこなしがいいな。モンスターとも戦い慣れてるみたい。ハカイラに住んでる連中はそれくらい普通なのか？ええ、まあある程度は。へえ。広そうだな。このオーシディアス王国の理術の歴史に必ずその名が登場する。
古代の理術師たちの都市です。知らない言葉については後で聞かせてもらう。とにかく今はあの崩れたあたりまで行くぞ。キレッ！遺跡というか廃墟だな。道が閉ざされているのが心配だ。人が訪れなくなって久しいです。足場が脆い場所もあるかもしれない。あんたたちにガイドを頼んで正解ってことだ。我々も知識として知っているが、足を踏み入れるのは初めてだ。油断するな。ラッキー。どんな歴史があるか知らないが、野蛮な先客しかいないようだな。この国はまだ今の形になる前、ここは大陸西部に起こった国の中心でした。この地でこの国の現在が生まれ、多くの文化や知識が生み出されたと聞きます。時代が変わって荒くれ者が集まりやんちゃするようになったってことだ。片付いたか。信号あり、乗員信号はありません。デバイスが壊れてるだけだ。そう信じるしかない。ラッキー。
着いたぞ。この遺跡の中だ。急ぎましょう。頼む、無事でいてくれ。これは箱か。エレナ、バカ野郎。レイ？俺のせいだ。俺が見え張って積み荷を逃がそうとしたから。エレナ、すまない。レイ！製造番号004213、デュマ起動、保護対象を確認。なんなんだこいつは。保護対象に警告。恒星体の接近を検知、保護モードを開始。姫、ご無事ですか。ええ、でもこれは一体。話は後だ。来るぞ。準備。Yeah!
マシだ。一体何なんだこの力は。貴様の荷物なのだろう。俺は運んでただけだからな。お前デュマっていうのか。これはどういう仕組みなんだ。おい、さっきはいろいろ話してくれたじゃねえか。すごい、すごいわ。レイ、その力は理術ではないのですか。その理術っていうのは紋章術みたいなもんか。紋章。ああ、いや、とにかく二人とも付き合わせて悪かったな。助かった、これも返す。この後はどうなさるおつもりですか。行方不明の仲間を探しに行くことに。この国は広大ですよ。歩いて行かれるのですか。道中ロギンなどはどうされるのです。空飛ぶ乗り物が落ちたなら海をまたいでいるかもしれませんよ。レイ、どうか我々に力を貸してください。見返りにあなたの仲間を探す道行きをお手伝いします。お互いまだ名前しか知らない仲だぜ。ええ、ですから私たちはもっとお互いのことをよく知るべきだと思います。姫、アベラルド、私は彼に協力を仰ぎます。その結果起こることは全て受け入れます。レティシア・オーシディアス、このオーシディアス王国の第一王女です。このアベラルド・ベルグホルムは側近の騎士です。ほう、あんた本物のお姫様だって。信じていませんね。あんたたちが俺を怪しんでるのと同じくらいにはな。この遺跡から南に下った場所にラーカスという村があります。そこで我々のことをお話ししたいのですが。剣、しばらく借りっぱなしになるぜ。武器をお渡しすることが我々の信頼の証です。